淡海南駅は、徳島県阿蘇郡海洋町四方原にある、四国旅客鉄道麦線の駅。道線の終着駅。駅番号は、M27。海洋町の代表駅である。本項目では、近接する、朝海岸鉄道、朝東線の起点である淡海南信号場についても扱う。 海洋町海南駅前交流館横の新商社、送迎用の駐車スペース。奥に車椅子用のスロープがある。端式ホーム一面一線を有する地上駅。交換設備が設けられるスペースはあるが、線路もホームも増設されておらず、使われていない、車椅子用のスロープがある。開業後、旧駅舎時代は、 商店が併設されていて、その商店で切符を販売していた、簡易宅駅だった。下車時の切符回収は、当初から車掌がしていた。その閉店後は、無人見駅となり、今に至る。現在は、駅ホーム前、旧駅車検商店のあった場所から少し南寄りに、2008年6月30日に、オープンした海洋町海南駅前交流館が建って、おり そこが事実上の駅舎となっている。内部は、ギャラリーと、待合所と、トイレと発車時刻表が設置されたが、自動券売機は設置されなかった。交流館の利用時間は、朝6時半から夜21時までで、夜間から早朝にかけては施錠され中に入ることが、できない。 そのため利用時間外にトイレを使いたい場合、駅前のローソン太陽庁社方言店内のトイレを使用することになる。なお、旧駅舎検商店は交流館のオープン後に取り壊され、跡地は駐輪場と駐車場になった。DMV 関連工事期間中は工事完了までの間、ホーム及び、そこへ続く階段と車椅子用のスロープが立ち入り、禁止となっていた。 また、工事により、ホーム作横の保線用車両の留置線が撤去された。ほか、回府駅よりホーム先端すぐの場所に、車止めが設置され、朝あずま線の線路とは分断された。また、ホームの麦寄りの少し先に出発信号機が新たに設置された。鉄道路線としての朝あずま線は等信号場が起点である。DMV の鉄道区間と、 道路走行区間の境界であり、モードインターチェンジが設けられる。DMV は、モードインターチェンジ上で一旦停車し、鉄車輪の出し入れを行う。DMV の、淡海南駅バス停留所は、モードインターチェンジを抜けた、道路上、麦線ホームに隣接する位置に設けられる。詳細は口述。海洋町役場へは南側へ、約600メートル離れている。 海洋町の中心市街地であるが、徳島バスの高速舞コ、ハービス大阪、南波高速バスターミナル方面の当駅発着の高速バスはなく、隣接する浅川駅、または海府駅まで行く必要がある。タクシー会社は以下の3社の営業エリアである。ありがとうございます。